日本キリスト会教会が創立された時、創立者たちは戦前戦中の日本のキリスト教会を歩みの反省し、第一に掲げたことは何事も神の栄光のために生きるという生き方した。それは生活のどんな部分にも誠の言葉、誠の神がいらっしゃっているという世界観、人生観に立った生き方でした。私たち生きている世界は戦前も戦後も誠の神を知らない人たちが大多数を占める世界です。そういう人たちの生活スタイルやものの考え方がその世の中の主流を占める世界でした。うっかりとしていると聖霊の教えとは違った生き方に知らず知らずのうちに流されてしまいました。あるいは自覚しているもこの世を生きる方に落居してしまいました。神のない世界を生きる方の中に作ろうとしてしまいました。時としてその生き方がこの世と対立して生きるよりも知恵ある生き方と錯覚としてしまう起きる際でした。クリスチャンとして本当に細かい賢い生き方や知恵ある生き方という生き方でしょうか。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書エペソの手紙、信徒への手紙5章15節から20節までです。新キョロ聖書でお読みいたします。愚かなものとしてはなく、賢いものとして、細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代でした。だから、もう分別なものと知らず、主の御心で 何であるかを悟りなさい。先に良い知れてはならない、なりなさい。それは身を持ち崩れるものです。むしろ、霊に満たされ、詩篇と賛美歌と霊的な歌に歌って語りなさい。主に向かって心から褒め歌いなさい。そして、いつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝してなさい。パウロはこの手紙の4章からずっと新しい人を来た人の歩みについていろいろな角度から書き綴ってきました。前回は光の子として歩みとしてその生き方を描かれていました。今回取り上げる箇所では賢いの歩みとして新しいの歩みを描いていました。パウロは愚かなものとしてではなく賢いものとして、細かく気を配って歩みなさいと進みました。
愚かな者、賢い者の対比は、旧約聖書の中に出てくる表現でした。ここで使っている言葉は、知恵のない者と知恵ある者と対比でした。賢い知恵のある者とは、旧約聖書の教えでは、ただ単に物知りとして意味では決してはありません。旧約聖書箴言にあるように、主を恐れることは知恵の始めと言われていました。知恵ある生き方は、この神の存在をして、恐れる敬う生き方でした。逆に神は論がないという生き方こそ、愚かなもの生き方ということができていました。聖書、旧約聖書、詩編の40編の見出しでは、神を知らない者に心に言う、神などないという言葉で始まっていました。実は神知らぬ者と訳されている言葉は、愚かな者という言葉でした。聖書が言う愚かな者は、誠の神を知らない者、誠の神どんなないという心の中で思っている人たちでした。この手紙の受け取り人たちが生きていた世界も、今私たちが生きている世界も、誠の神を知らない人たちや、その存在を否定する人たちが大多数を占める世界でした。そうであればこそ、パウロは賢い者として、細かく気を配って歩みなさいと勧めました。細かく気を配ってと訳している言葉は、注意深くとか正確にとかいうの言葉でした。大抵この感じという大さっぱな生き方ではありません。どんな繊細を誓いにも注意を払う、正確に神の教えに立って生きようとする生き方です。神の言葉を甘いとしてしまうとき、神に従う生活も甘いになってしまいです。賢く生きる生き方には、またこの世界は悪いことだという認識がありますように、パウロはこう進めていました。徳をよく持ちなさい、今は悪い徳時代のでしたが、時をよく用いという言葉は、時をあがなうという面白い表現で、あがなうという対価を支払って前に戻すことでした。つまり今の時代は、意識して買い戻されれば自分の時ではないというニュアンスもあります。悪いのとこの流れの中で生きていれば、決して時後機会もよりよく用いることとはないとないという意識でした。さらに17節では細かいの者との生き方を要約してのこう述べていました。だから無分別なものと知らず、主の御心が何であるとか悟りなさい。無分別なものは愚かなものと同義語ですが、この文脈の中では、何が神の御心であり、何が神の人間の心の欲望から出ているものであると分別できない者たちでした。実際の生活の中で、さまざまな選択をするときに、何が神の御心であるかを知ることは、そんなに簡単になりませんでした。どんな仕事に就くのか、誰と結婚するのか、コツコツの時代に事情について、一体どんな
どれが神の御心であるかとか、それを知ることは簡単ではありません。けれども、明らかに神の御心ではないものの聖書の教えに反すること、見分けることはそんな難しいことではありませんでした。明らかなだからといって恐ろかするのではなく、そうした分別の積み重ねが主の御心に対する感性と解き澄ますいくのでした。感性を鈍らせない賢いの者の生き方を、パウロは酒に酔いしれる生き方と聖霊を満たされた生き方の対比で描かれていました。普通は酔い払いに対して使われる言葉は「しらぶ」という言葉でした。しかしパウロは賢いの生き方、ものの生き方を調ぶとは表現していない、しないで、聖霊に満たされる生き方と表現していました。お酒に酔いしれなければ、それはいいというのは違いです。もっと積極的な生き方がここでは求まれています。聖霊に満たされようとパウロは命じていました。では聖霊に満たされるという具体的にどんなことを念頭に置いているのでしょうか。支援と賛美歌と霊的な歌によって語り合う、主に向かって心から褒め歌いなさいという内容を語っていました。聖霊に満たされる時は何か特別な彷彿状態に陥ることではありません。主に向かって心から賛美歌の歌声を上げることでした。ただここで面白いは、支援と賛美歌と霊的な歌によって語りなさいという表現でした。歌い交わすのではなく、語り合うという表現をあえて使っていました。ほぼ同じすべの言葉を、コサイローの信徒への手紙3章16節では、支援と賛美歌と霊的な歌により知恵を尽くして互いに教え、諭し合うと記されていました。どちらの場合も歌へのメッセージ、メロディに着目しているのではなく、歌詞の中に着目しているように思います。賛美歌の歌の歌詞を通して、互いに教えたり悟りなしたりする賛美歌の用い方に興味を突かれていました。最後にパウロは賢い者の生き方について示つつるにあったという、こう述べていました。そうしていつもあらゆることについて、私たちの主イエス・キリストなりより、父である神に感謝してなさい、しなさい。不思議なことですが、神がどんなどなのないと心の中に思うほど、人たほど突然の不幸な事態に遭遇する時に、神なりないという名のないという思い含めていました。それに対して、誠の子供がいますことを信じて生き方ものは、どんな事態の中にも神の導きを信じて、神の恵みをみなしてそうとしています。それは実情的な事柄の中に神の恵みをみなして、神に感謝する日々を積み重ねているからでした。